レールガンは、日本政府が開発を急いでいる武器の一つですが、一体どんな兵器なのでしょう？今回は、レールガン開発がどこまで進んでいるのかが主題です。日本では、発電力もかなり向上し、総合的なレールガン稼働システムが構築できる技術が生まれています。一度開発し、トライアンドエラーで小型化、人が使うまでできればいいけどな。2022年になってからというもの、北朝鮮は超音速弾道ミサイルとみられる物体の発射を繰り返しています。食料援助を訴えていたこともあったのに、軍事費は潤沢なようですね。この飛翔体への対抗手段となるべく、レールガンの研究開発費が2022年度防衛予算に計上されました。実は、1月12日に、BS 日テレで、真相ニュースという番組が放送されたのですが、その中で話題とされたのです。番組の中では、小野寺御殿元防衛相と大原凡司笹川平和財団上席研究員の対談が行われ、レールガンの実力と可能性、そして今後の課題などが話題になりました。改めてレールガンについて説明します。電磁砲とも呼ばれ、次世代兵器とみなされる兵器ですが、火薬を使わずに、2本の通電性の高いレールに高電力を流し、磁場を発生させることによって、レールに乗せた弾体を射出する仕組みです。このレールガンは、試作段階で 200km 以上の長距離射撃が可能で、理論上は、火薬で発射する銃砲や、燃料を燃焼させて飛翔するミサイルと比べると、経費もかからず、しかも連射可能と見られるので、飽和的ミサイル攻撃へも対処できるのではと期待される兵器と考えられています。花火がわかりやすい例ですが、雨が降ったら火薬は使えませんから、火薬を使わずに発射できるというのは確かに効率的でしょうね。防衛省がこれまでに試作したレールガンでの発射試験結果によると、発射初速は2300m/秒。およそマッハ6が観測されたということです。戦車砲の発射初速は、1700から1800m/秒と言われますが、それを軽く上回っています。防衛省の構想では、中国、ロシア、北朝鮮が、急ピッチで開発を進めている超音速誘導弾への対抗手段になり得ると期待しているようです。前での真相ニュースの番組中では、キャスターから様々な質問がありました。レールガンを開発するメリットは何か？小原上席研究員は、弾体を非常に高スピードで遠くのターゲットに命中できると考えている。ミサイルなどに弾体が到達するまでの時間も短く、連射も可能ということだと答えた上で、アメリカ軍の地上試験では、射程 370km という報告があったこと、連射性能向上の可能性についても述べました。また、弾体に火薬を入れて爆発させなくても、高スピードによる破壊力が期待できるという発言もありました。強力な磁場を発生させるための装置は必要か？という質問に対しては、先行国アメリカが10年間開発を続けてうまくいかなかった理由として、高電力を出せる電源装置開発が難しかった。特に水上艦艇に艦載できるコンパクトな電源装置開発が難しかったためではないかと指摘しました。現状、レールガンが艦載可能な艦艇として例示したのは、統合電源システム IPS を備えているズムボルト級駆逐艦でした。IPS は、大きな電力を必要な箇所に集中的に配電できるシステムで、レールガンの発射が可能と思われます。高電力が必要なため、他の電子装置が使用不可能になってしまうので、
現在は、発射されたミサイルを撃ち落とすため、非常に高価な迎撃ミサイルを使っているが、安価で連射可能なレールガンをどう評価しているかというものに小野寺氏は、2012年、平成24年に、初めて防衛大臣に就任した時から、レールガンについては理解していた。多額の費用がかかるミサイル防衛システムに代わる次世代のシステム研究をしっかり行うように指示を出したと明かしました。2017年、平成29年、防衛省に再任した時は、レールガンの試作機が製作過程だったが、かなりの高スペックを持っていることは感じていた。そして、自分は、自民党内の防衛大綱を議論するワーキングチーム座長という立場もあって、レールガンの性能向上のための予算計上も応援している、小原研究員と同じく、日本が持つ先端的電気関連システム研究に大きな期待を寄せている、陸上配備で対応可能と思われるが、専守防衛の観点からすれば飛来するミサイルを撃ち落とすには航空機へ搭載することも視野に入れつつ、レールガンは日本にとって必要な装備であると考えているという認識を示しました。また、番組内では、レールガンの課題とゲームチェンジャーとしての可能性、大きな電力を供給する電力源の確保、変則的に起動すると推測される、極超音速誘導弾迎撃に本当に有効なのかといった多くの疑問が投げかけられました。今後巨額に膨らんでゆくと思われる研究開発費などについても、当然、遠慮なく、両氏に、鋭い質問が飛びました。研究員も、実用化についての一番、大きな問題が、電源問題と認識しているようです。常に電源を確保できる状態でなければ、蓄電池などの装備が必要になります。その場合、放電後の蓄電に時間がかかるので、連射はできないと指摘しました。とはいえ、電源システムや蓄電池技術に関しては、日本は世界でもトップクラスなので、将来的に、レールガンをアメリカと共同開発する話が持ち上がったとしたら、電源システムで、日本の優位性をフルに活用すべきとのことでした。心配される、極超音速ミサイルの変則軌道への対応では、小野寺氏は、レールガン一つだけで防衛システムを構築するのではなく、イージスシステムなど現在あるシステムと複合的に防衛にあたる、レールガンを含めて飛来するターゲットに照準を合わせて的中させるという発想ではなく、近距離で炸裂させ、ターゲットに被害を与えるなどの様々な可能性を研究すべきだろう。それはまだ始まったばかりと話しました。小原研究員は、極超音速ミサイルは、スピードが上がるほど運動性が低下する、高度を下げると、空気抵抗によってスピードが下がることから、変則軌道を取れるのは、空気の薄い高高度にある時だけで、ターゲットに接近して高度が下がると低速になり、いずれまっすぐ落ちてくるので、それを待ってレールガンを連射して迎撃できれば、相手が超音速でも撃墜は可能と語りました。レールガン開発はかなり前から始まったようです。60年前の1960年代から構想はあったそうですが、本格的に始動したのはここ10年ほどなので、その実現性を疑問視する意見もあるようです。しかし、小野寺氏は、防衛省幹部のレールガンへの期待と情熱を感じたり、対艦攻撃への活用という構想もあるので、実現の可能性は高いと考えているようです。さらに、日本とアメリカの共同開発が実現すれば、同盟強化にもつながり、2028年までには、テストを終えて実用化されるかどうかに注目したいと述べました。小原研究員は、2028年までに開発が終わるというのは、かなりのハイスピードということになる。日本がこういったハイスピードで技術開発を進められる底力を世界へ見せつけることで抑止力を高め、日本が主体的にアメリカと共同開発を進めていくことで、
中国の日本には主体性がないという見方を変えさせることができると語りました。日本が今後革新的技術をさらに高めてゲームチェンジャー的なものを開発できるようになったら、日本へ手出しすることをためらうようになり、戦争を起こさないことにつながっていくだろうと推測しているようです。X2 戦闘機新進でのテスト飛行後、燃焼テスト時に IHI 社製の XF9 エンジンが世界を驚愕させる数値を叩き出しました。現在、日本、イギリス、イタリア3国の共同開発計画が進んでいます。今回は、この日本、イギリス、イタリア共同開発で F3 戦闘機開発に弾みがつくのかについて見ていきたいと思います。第6世代戦闘機は、どんな形になるのでしょうか。2022年12月9日、日本、イギリス、イタリアの3カ国は、次期戦闘機共同開発協力に関して、グローバル戦闘航空プログラム、グローバル・コンバット・エアー・プログラム MEE、GCAP に関する共同首脳声明を打ち出しました。そして、2035年までに、次期戦闘機を共同で開発することを発表したのです。これと同時に防衛省が発表した、防衛省と米国防省による共同発表の中では、日本とアメリカは、次期戦闘機開発に協力体制を結ぶとともに、自衛隊が運用する予定の無人機開発についても連携していくと明らかにしました。日本がアメリカから離れて次期戦闘機開発を進めていくということに、アメリカから反発があるのではと不安視する見方もありました。とはいえアメリカからすれば、これまで率先して行ってきた装備品開発を同盟国間で役割分担すれば、自分の負担が軽減されますし、アメリカ独自の最新軍事技術や情報を提供する機会が減るので、中国やロシアなどに流出するリスクも少なくなるとして、今回の3カ国による次期戦闘機開発計画を支持しているようです。この次期戦闘機開発プログラムについて、3カ国で主体となる企業を紹介します。機体関連は、日本からは、三菱重工業社、イギリスが BAE システムズ社、イタリアはレオナルド社が担当し、エンジン開発は、日本が IHI 社、イギリスがロールス・ロイス社、イタリアがアビオ社、電子機器関連は、日本が三菱電機社、イギリスがレオナルド UK 社、イタリアは、レオナルド社が、それぞれ取りまとめ役となり、関連する企業の動きを統括していくことになるようです。これまで、イギリスは、フランス、ドイツ、スペインが、共同で、次期戦闘機開発として進めている、将来の戦闘航空システム、FCAS に対抗するテンペスト計画を、イタリア、スウェーデンと共に進めていましたが、今回の GCAP に、スウェーデンは参加していません。この GCAP によって開発される次期戦闘機は、日本の航空自衛隊では、F2 戦闘機の後継となり、イギリスとイタリアでは、ユーロファイターの後継機として位置づけられることになるようです。3カ国で、およそ300機の需要が見込まれ、日本は、将来的に、兵器の海外輸出解禁を視野に入れつつ、イギリスやイタリアの戦闘機販路によって、製造、販売数が増えることで、経費削減が期待されます。他にも、
兵器を独自に開発する技術力を得ることで、アメリカから兵器を購入する際の価格交渉においても優位に立てる可能性があると見ています。実は、日本はこれまで装備のほとんどをアメリカから購入していました。日米同盟という名の下に押し売りされていたという感も否めませんが、アメリカとの長い付き合いがあったので、アメリカのロッキード・マーティン社を技術支援先の候補に選定しましたが、今までアメリカ側は戦闘機開発の革新的技術をブラックボックス化し、日本の自由にはさせなかったのです。日本は独自の近代化改修はもとより、修理すら自由にできないという不満を強いられていました。客の要求をスルーしたというわけですね。しかし、今回は革新的技術を秘匿しない方針であるイギリスとの共同開発ですから、時代に合わせた改修を自由に行えるメリットはとても大きいと思われます。イギリスにとっても、日本との共同開発のメリットは大きいと推測されます。その理由は、FACS とのヨーロッパにおける主導権争いです。シェア拡大を目論むイギリスは、アジアで日本を取り込み、販路を少しでも拡大したいという思いがあったほかに、ロールス・ロイス社のテンペストのエンジン開発が遅れていたためでもありました。高級自動車で知られているロールス・ロイス社ですが、ユーロスター・タイフーンのエンジンである、ユーロジェット EJ200 の開発のほか、様々な航空機用エンジンを開発しているエンジン開発においては、定評のあるメーカーでもあるのです。ところが、テンペスト計画では、搭載されるコンパクトでかつ、大出力のエンジン開発に苦戦していて、当初計画では、2035年に運用開始だったにもかかわらず、2022年中に、試作機どころか試作エンジンが完成したという情報すらなく、進捗が危ぶまれていました。テンペスト計画のエンジン性能は、空気の吸入量が毎秒 100kg 以上とされ、タービン入り口における温度は2000度 C 以上にもなるので、タービンには高温耐性が求められています。また、ユーロファイタータイフーンに搭載されている EJ200 エンジンの10倍の発電能力と、最新のレーダーやセンサー類のアビオニクスが必要とする膨大な電力を賄うことも要求されていたのです。2021年12月22日、ロールス・ロイス社は、日本と次期戦闘機用エンジン開発と実証機の共同開発を進めることを発表しました。この戦闘機エンジン実証プログラムは、日本とイギリス両国の次期戦闘機開発に、重要な一歩となるもので、将来的には、両国において、多数の雇用を発生させる可能性があるとして、日本とイギリスそれぞれに、メリットがある点を強調しています。ロールス・ロイス社は、エンジン実証機の共同開発を、2022年4月から開始するとして、イギリス政府は、この計画の設計などに、3000万ポンド、約45億円、を初期投資すると、説明した上で、実証機製作には、2億ポンド、約304億円、を拠出する計画であることも明らかにしました。その一方、日本政府も、2022年度予算案で、次期戦闘機開発費として、858億円を計上。日本とイギリス・イタリアによる、次期戦闘機開発が、いよいよ本格始動するとして期待しています。日本では、次期戦闘機開発エンジンについて、IHI 社が、プロトタイプエンジンとして、XF9 を製作し、2018年6月に防衛装備庁に納入、2020年7月まで性能確認試験が実施され、良好な成績を収めたとされていました。
この XF9 は、F-15 イーグルに搭載されている、プラットニー&ホイットニー製の F-110 エンジンと、同クラスサイズのアフターバーナー付き低バイパス非ターボファンエンジンで、タービン入り口温度1800度C 以上、推力11トン、アフターバーナー使用時には、最大で15トンを発揮するとされている、高性能なエンジンですが、防衛省では、さらなる小型化と高出力を目指し、ハイパワースリムというコンセプトを掲げているのです。次期戦闘機は、第5世代ステルス戦闘機の、さらに上を行くステルス性を持つ第6世代としての性能を要求されています。そのためには、ステルス戦闘機では、敵レーダー波を反射しないように、ミサイルなどの兵装を、翼下のハードポイントに吊り下げることができないので、機体のウェポンウェイに搭載することになり、どうしても機体が大型化してしまうのです。次期、戦闘機では、大きな推力を得るため、双発エンジンを持つ戦闘機として設計されているので、大型化は避けられません。さらに、2020年の国会質疑において、当時の河野防衛大臣が、防衛省が開発中の次期戦闘機は、F-35 より、多くのミサイルを搭載すると発言しており、それらを収納するウェポンウェイの容量が必要になるので、かなり、大型の戦闘機となることが予想されていました。そのために、XF9 を、さらにコンパクトかつ、ハイパワーにする必要が出てきたのです。これが、テンペストに、搭載予定のエンジンコンセプトと合致したので、今回の共同開発の話が持ち上がったものと見られているようです。防衛省では、現在空自が運用している F-15 の次の主力戦闘機として、ロッキード・マーティン社製の F-35A ライトニング2戦闘機105機と、その垂直、短距離離着陸型である F-35B を42機導入する計画を進めていますが、中国やロシアでは、第5世代ステルス戦闘機の開発が進み、着々と実戦部隊への配備数を増やしているのが現状ですから、それらを数ではなく、性能で上回る第6世代戦闘機の必要性が高まってきています。次期戦闘機開発に関わる国内企業8社が、技術協力によって、ジェット戦闘機開発のノウハウを習得できることが、今後の兵器開発に大きく貢献するものと期待する声もあるようです。中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。オウ竜は、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇士が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。オウ竜のデータを紹介しましょう。
基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。そう、流型潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦を流派ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのが横流の速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦横流だけでなく、従来の双流型に関しても、連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、横流の公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動を取る潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか?ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は、通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。つまり、原潜自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は、困難が伴うものと考えられます。話を横流に戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら、原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように、保有している潜水艦のすべてが、原潜である、国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は、一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。永久機関については古くから作りたいとか、
作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は永久機関という言葉もほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は永久機関を考えることを止めたのでしょうか。原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、翁流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、翁流がかなり優位とも思えますね。しかし、部隊と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦戦の主戦場と仮定した場合、翁流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、翁流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。翁流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が翁流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで、大騒ぎになりました。尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が必要に追跡し、相手覇王流からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。翁流の静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、翁流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われています。そんな中、護衛艦ヒューが
伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきました。今回は、護衛艦ヒューが伊勢になぜ注目が集まっているのか、見ていきます。おお、墨でもドローン空母はいけるな。2023年時点で、海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、伊豆、元加賀の2隻を含む出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦ですね。これは、艦首記号 DDH と呼ばれており、極限まで、回転翼機の運用能力を高めた艦になっています。出雲、片護衛艦は、基準排水量 19,500 トン、満載排水量 26,000 トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水で 7.3m のサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模です。この大きさを誇る出雲、片護衛艦の機関部ですが、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた小ガグ方式が採用されていて、マックス出力112000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうです。また、出雲、片護衛艦の電源設備として、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500-07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、合計で、最大 14,000kW の電力供給を行うことが可能となっています。出雲、片護衛艦は、全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えています。これは、いかにも航空母艦しかとした、全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時離発着できるスポットがあり、収益時から、国外では、ヘリ空母とみなされてきました。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0m、全幅 38.0m が確保されていて、海自で、対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60kg 回転翼機に限れば、MAX 14機が、艦内格納庫に収容可能ということです。ただし、実際の運用では、出雲、片護衛艦は、標準では、SH-60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途が主任務である、MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いています。格納庫は3つあり、第1、第2、及び、整備用の3つが、艦内に設置されているそうです。出雲、片護衛艦は、その大きさを生かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が、当初から想定されていましたが、この大型機体ですら、艦内格納庫への収容が可能ということです。ということは、出雲、型はそれほど大きいということですね。出雲、片護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介しましょう。SH-60kg が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンです。MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量が 15.6 トンということです。これらの回転翼機を、艦内の格納庫から、昇降させるエレベータが、出雲、片護衛艦には、2機備えられています。全部の1機は、飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は、環境後方の右舷に、サイドデッキ方式で設置されているそうです。各エレベータのサイズです。飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、
幅 13.0 メートルです。サイドデッキ方式のエレベータは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐火荷重量は30トンを超えるといいます。現在、出雲、片越栄館が行っている航空母艦化改修工事によって、同艦は短距離離陸、垂直着陸が可能な F35 ライトニング 2B 型を艦載機にできますが、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強という規模ということです。出雲、片越栄館のネームシップで、一番艦である出雲が寄港されたのは、2012年、平成24年1月、日本政府が、出雲、片越栄館を改修して、F35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは、2018年、平成30年3月ですが、それを見越して設計がされていたことが、垣間見えます。日本の大手マスメディア各社は、2013年中盤以降には、F35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲、片越栄館の艦載機にする可能性について報道していましたが、当時の小野寺防衛大臣は、あくまで、この見解を否定する姿勢を貫いていました。当時は、政治的に、日本の海上自衛隊が、装備として、航空母艦を運用することについて、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから、受けることを危惧していたせいだと思われますが、現在からすれば、覚醒の感が拭えませんね。しかし、日本が、こうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は、国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化と増強をどんどん進めていました。こうした事態への危機感が日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったのです。日本では2010年後半に差し掛かると、出雲、片越栄館への航空母艦化改修を公にし、2017年には、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手しました。この中では出雲、片越栄館に、無人航空機と合わせて、F35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたそうです。これを受けて、2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では、ストブル機運用について言及されました。そこで、従来の日本政府の国会答弁では、自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲、片越栄館の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたのです。航空母艦を攻撃型か否かと区別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈をひねくり回したものという感は否めません。しかし、どちらにしても、出雲、片越栄館の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実です。それでも日本政府は仮に出雲、片越栄館の航空母艦化改修が完了を終えても F35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しています。従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えています。出雲、片越栄館の航空母艦改修の予定ですが、まず、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手、全通式飛行甲板に F35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する
高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されました。また、F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離れ着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では、いすもが2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られています。これと並行して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数42機を購入することが計画されていますが、中期戦としては、航空自衛隊の宮崎県の新田原、ニュータバル基地が有力視されています。早ければ、2024年度から、同基地においての運用が見込まれているようです。このように、太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲、片護衛艦を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのですが、この先駆けとなったと見られているのが、日向片護衛艦の日向、伊勢の2隻です。ちなみに、護衛艦の名前には、旧国名が付けられるようですね。出雲、島根、加賀、石川ですし、日向、宮崎、伊勢、三重というわけです。日向、片護衛艦のサイズを紹介します。基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長 197.0m、全幅が 33.0m、深さが 22.0m、喫水が 7.0m の規模です。排水量比では出雲、片護衛艦の約 70% 強のサイズ感ということになります。この日向、片護衛艦も出雲、片護衛艦と同様に、全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦石化とした外観ですが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は、いずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているのです。この日向、片護衛艦のエレベーターは、前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なので、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかも、どちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難なのです。そのため、出雲、型のように日向、片護衛艦に、航空母艦化改修を行うのは、物理的に制約があって考えにくいでしょう。どちらかといえば、1998年、平成10年から就役が始まった、大隅型輸送艦3隻の代替艦に、その機能を盛り込む可能性が高いのではないでしょうか。日本の通常動力型潜水艦が世界屈指となる中、世界の原子力潜水艦の廃棄が30年も進まない状況が、この度世界に発信された。今回は、原子力潜水艦の原子炉廃棄を詳しく深掘りしていきます。オーストラリアも、世界に原子力潜水艦導入と堂々と発表しているが、廃棄まで考えていないのではないのかな。日本は原子炉よりもはるかにいい燃料電池を考えているとか、いないとか。2023年現在、日本の海上自衛隊の艦艇では、動力源に原子力推進を使用するものはなく、
すべてが通常動力推進艦で構成されているが、世界の海軍に目を移せば、多数の国が保有と運用と、そして一部で退役後の保管も行われている。海軍における原子力推進を採用した艦艇といえば、原子力航空母艦や原子力潜水艦の2種類に大きく大別され、稀に、現ロシア海軍のキーロフ級ミサイル巡洋艦などもあるとはいえ、その数の大半を前者が占めている。そもそも、原子力推進方式の航空母艦を、この2023年時点で保有、運用している国は、アメリカとフランスの2国のみで、前者が、ニミッツ級10隻、ジェラルド・ R ・フォード級を1隻、後者が、シャルレ・ド・ゴールと、合計でも12隻しかない。しかし、アメリカは、世界初の原子力推進型の航空母艦として、1961年11月に就役させたエンタープライズを、51年後の2012年12月にようやく退役させたものの、原子炉の処理は、3年後の2015年5月から着手した状態である。このエンタープライズの原子炉の処理は、IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社が担当しており、同社は、アメリカ海軍の原子力航空母艦に対する設計、建造、燃料交換が可能な唯一の造船企業である。エンタープライズは、アメリカ海軍のそして、世界で、初の原子力推進を採用した歴史的な艦艇でもあるため、その存在意義を踏まえて保存すべきとの見解も多いが、最終的な方向性は、未定のまま、原子炉の撤去は2025年中に行う計画となっている。エンタープライズには、ウェスティングハウス社製の A2 ワット加圧水型原子炉が、合計で8機も搭載されており、その撤去には、一度船体を切断する必要があるため、その後艦艇として復元するにも、多額の費用が必要となってくる。そのため、原子炉の撤去を終えたエンタープライズを、実際に記念艦として復元し、保存することの意義については、意見が分かれている感もあり、実際に、最終的な措置がどのように推移するのかの決定には、未だ、しばらく時間を要すだろう。ちなみに、エンタープライズという艦名は、アメリカ海軍においては、この原子力航空母艦で2隻目だったが、ジェラルド・ R ・フォード級の3番艦として、2022年4月に寄港されたものに、すでに継承が決まっており、2028年には就役する見込みである。そして、今後のアメリカ海軍では、1番艦である、ニミッツが、1975年5月に就役を迎えていることから、この10隻を保有、運用中のニミッツ級の退役も、50年目となる2025年から開始させる予定であり、順送りで、その対象が増加していく。ミニッツ級は、原子力航空母艦として実験艦のような立ち位置にあったエンタープライズから学び、搭載する原子炉自体は、わずか2機にまで削減する技術的な進化を遂げており、廃炉についても、その工数は下がっていると思われる。エンタープライズの場合、8機も、原子炉を安全に廃棄する必要があるため、少なくも積もっても、およそ1000億円弱、多ければ、その倍近い費用が必要になるとの試算も出されており、その額は、優に、通常動力型の大型艦艇を新造するのに匹敵する。さて、続いての原子力潜水艦であるが、こちらは、2023年現在、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国が保有、運用を行っており、2021年9月に締結されたオーカスに基づき、オーストラリアがこれに加わることが確実になっている。こうした中で、西側諸国の中では、アメリカとフランスが、退役後の原子力潜水艦から原子炉を撤去し、艦艇自体を解体する処分を行った実績があるが、残るイギリスはといえばこれを実施し始めたのは最近である。
それまでイギリス海軍は退役を迎えた原子力潜水艦を特定の地域に係留して保管する対応を継続してきており、原子炉の撤去や艦艇自体の解体にも多額の費用が生じることから、保管費用を負担しても後回しにしていた感があった。前述したオーストラリア、アメリカ、イギリスの3カ国が締結した新たな軍事同盟たるオーカスにおいては、オーストラリアはまずアメリカ製のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を少なくとも5隻は調達するとめされている。その後、イギリスとの共同開発によって軍事同盟の名をそのまま冠したオーカス級を自国内で建造する方向で進めようとしていると思われるのだが、やはりその退役後の処分にはイギリス流のやり方が有力視されている。すなわち、オーストラリアでは今後取得した原子力潜水艦を退役させた場合、一定期間をこれから確保する予定の特定の場所に係留して保管し、しかるべき時期を経た後に最終的な原子炉の廃棄と解体を行う方向のようだ。オーストラリア側からしてみれば、南シナ海における対中国抑止策の一環として原子力潜水艦の導入に舵を切ったものの、使用後に自国で未知の領域である原子炉の廃棄や解体を行う手法も含め、先行するアメリカやイギリスからの入手を想定しているのだろう。さて、そんな原子力や原子力潜水艦の退役後の原子炉の廃棄や解体についてであるが、この2237年7月にアメリカの IHI ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社はイギリスのバブコック・インターナショナル社との契約を発表した。今回のこの両社の契約の目的は、アメリカとイギリスの両国において、今後も退役後に原子炉の廃棄や解体が必須となる原子力推進機関を搭載した艦艇に対し、その技術的に重要なパートナーシップを構築するものと解釈されている。前述したように、アメリカ海軍は2025年以降にミニッツ級航空母艦を巡送りで10隻もの原子炉の廃棄や解体を実施することとなるため、これらへの対応を見越してその能力を高め、かつ同盟国や友好国にもその技術を戦略的に供与する意図がある模様だ。こうしてアメリカとイギリスは原子力推進機関を搭載した艦艇の原子炉の撤去や艦艇自体の解体でも協調協力関係を強化する方針が感じられるが、すでに解体の実績を独自に持つフランスの今後の動きも気になる部分だろう。フランスとしては、急遽のオーカスの締結によって、本来自国がオーストラリアと進めていたシュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に改めた潜水艦の建造計画を法具にされた経緯もあり、こうした分野でも独自路線を貫くのではないだろうか。さて、イギリスの自国での原子力潜水艦の処理であるが、同国国防省の管轄下にある SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが、この2023年8月9日から初の解体処理に着手したことが報じられている。今回 SDA サブマリンデリバリーエージェンシーが初の解体処理に着手した対象は、1960年代から1970年代にかけて寄港され、2010年までに全6隻が退役を終えていた原子力潜水艦のスウィフトシュアである。スウィフトシュア級原子力潜水艦のネームシップにして、一番艦であるスウィフトシュアは、1992年に退役をしたため、実に31年もの係留、保管期間を経て解体される運びとなったもので、原子炉の廃棄に向け、燃料と放射性物質の除去を実施する。SDA サブマリンデリバリーエージェンシー曰く、スウィフトシュアの解体作業については、従来は行われていなかった手法を駆使して実施されると喧伝しており、その艦隊に使用されている鋼材や部品は、9割以上を、
再利用もしくはリサイクルが可能と述べている。イギリス海軍は、スウィフト手話級より、以前の、バリアント級を2隻、チャーチル級を3隻、トラファルガー級を6隻もすべて係留、保管しており、今回のスウィフト手話は、予定では、2026年内に解体を終えるとしている。